それではこれからバランスのポーズを行っていきます。よくねバランスは苦手という方大変多いんでね、ポイントがありますのでそれをお話しします。まずこの足ですね、足、この足の親指のこの下のとこ、ここに力を入れるとバランス取りやすいです。両方の足ですね、その練習を、やりやすいやり方があります。こうして足先を見てください。で一緒にこの足の指を上げてみてください。そうです。もう一回やってみましょう。指を上げてください。はい。そうすると、この親指の下、ここが意識しやすいです。ですので、まずはこれを意識してみてください。そうですね。普段の中でね、まずこれをやるだけでもすごい、この足のね、意識を向けるのにすごいです。バランスのポーズ取りにくいっていうのはですね、大抵このかかとに力が入っている方がすごい多いんですね。だから取りづらい。足の裏全体を意識するためにも、この前の方、足の前の方ね、足の裏の前の方を意識するとすごくいいんで、その最初の一歩として、この足の指を上げることを習慣にしていきましょう。それではこの後のね、バランスのポーズ、具体的に入っていきます。ありがとうございます。